地図愛媛阿熱帯植物園は愛媛県正木町にあるヤシリンと植物園。植物は特にヤシカに特化している。久保田ヤシ園が運営。植物園自然保護国際機構による認証コードおよびハーバリウムのイニシャルはマッサーク。年間を通じて公開されている。この植物園は約40年間内を集めて手製の植物園を作ろうという意図を持っていた。 久保田義直の個人的な作品であり、資産への投資である。1959年5月に、久保田は科学的研究と観光に焦点を向けて、手製でコレクションを集めることを目的として開始。ヤシの模範栽培園として、学術研究用ならびに観光に供する目的で、県指定を受ける。1969年に、博物館法に規定する。 博物館に相当する施設屋市の木に特化した工作庭園として文部大臣より指定を受ける。1986年に愛媛阿熱帯植物園に名を変更した。久保田義直植物園長はその創作者であり所有者である。そのの魅力をすべて引き出している。屋市林には約70種類にわたる屋市かなりヤシ,カナリーヤシチャボトージュロ、パームブラジル、白賀屋市及び2、 ポンヤシなどがある。また、ヤシの木と一緒に約56種のアネッタイ植物がある。入り口の右側には、妻、マサコの協力に感謝の気持ちで園長が混流した記念石碑、設置功労者、久保田マサコの日がある。ありがとうございます。